広島電鉄2500系電車。広島電鉄2500系電車。広島電鉄2500型電車は、広島電鉄が市内線、軌道線から、宮島線、鉄道線への直通運転用車両として、1961年、昭和36年から1967年、昭和41年かけて導入した2車体、連接構造の電車、路面電車車両である。 2500型には、純然たる新車として導入された車両と、他事業者より譲り受けた、中古車両を改造して導入した車両が存在し、前車については、後年3車体連接構造化並びに冷房装置の搭載など、各種改めが実施され、3100型と形式区分された。本校では、2500系並びに、 同形式を改造して導入された3100系の両形式について詳述する。宮島線の車両近代化及び宮島線と市内線との直通運転を目的として1960年、昭和35年より導入された2000系電車は同形式に先行して直通運転用車両として1958年、昭和33年に新生さて850系電車。 現、350系を設計の基本としつつ、専用軌道線である宮島線において必要とされる高速性能と平用軌道区間が大半を占める市内線において必要とされる高い加減速性能の両面を足させた高性能車両であった。しかし、2000系の車体構造は850型と同様に従前の市内専用車両と同一の単車。 一両編成運転を原則とした順前たる路面電車車両そのものであり、一両あたりの車両定員も80人程度と、当時宮島線に在籍した旧型の鉄道専用車両を代替するにあたっては、輸送力不足が懸念された。そのため、2000系の走行性能はそのままに、より輸送力の高い車両の導入が求められたことから、2000型を設計の基本としつつ、 車体を2車体3台車構造の連接仕様に設計変更して1編成あたりの両店員を130人に増加させた2500型が翌1961年昭和36年から1964年昭和38年にかけて5編成重量申請された。広島電鉄における連接車の導入例は宮島線所属の1040系。 電車2両を1957年、昭和32年に2車体3台車構造の連接車へ改造した前例が存在するが、当初より連接車として設計、製造された車両は2500型が最初であった。車両番号以下、車番は前期1040型における車番付与基準に倣って2501から2502。 1> 第1編成から2509から2510、第5編成といった具合に編成単位ではなく、車体単位で車番が付与された。なお、1961年、昭和36年に落成した2501から2504の2編成4両は、何は後期、現、アルナ車両において申請されたが、翌1962年、 昭和三十七年以降に落成した二千五百5から二千五百十の三編成六両は導入こと削減を目的として、広島電鉄自社工場において申請され、両社は細部に相違点を有した。しかし、二千五百系像日の同時期には、広島市の都市交通計画が策定され、その中に市内線の濃い、現、広電西広島広島駅間に並行する形で、 地下鉄路線を建設する構想が盛り込まれた。当時の広島電鉄は、モータリゼーションの発展による乗り合いバスへの利用客移転や交通量の爆発的増加による市内線全線における向上的なダイヤ乱れ発生など経営的に困難な状況に直面していた。さらに地下鉄建設計画が具体化した場合、路線の存続危機に直結することから、 そのような将来展望が不透明な状況において、車両の申請を実施することは、得策はないと判断され、2500系の増備は後、編成重量で打ち切られた。一方で、宮島線に在籍する木造車体の旧型車の老朽化は限界を迎えつつ、あり、また、宮島線から市内線への直通需要も、増加の一途をたどったことから、 直通運転用車両の不足を補うため1966年、昭和4年に、大阪市交通局、大阪市電より、同局1601系電車を4両譲り受け、大阪車両工業において2車体3台車構造の、連接車に編成2台改造して2500型へ、編入、2511から2514として導入した。改造に際しては台車を除く、 主要機器を2501から2510と同一のものへ全面的に乾燥姿勢能面では統一を図ったものの車体は連接化改造を除けば大阪市電1601系の原型を保った形態であったことから同一形式ながら外観は全く異なるものとなったまた同四両はいずれも上渡名義ではなく申請名義で落成した経緯を経て k 七編成14両の陣用となった2500型は、後年3車体連接構造が、直通運転用車両における主流となったことに、伴って、1985年、昭和60年により、輸送力増強を目的として2501から2510の申請車グループを対象に3車体4、台車構造へ改造することとなり、改造後の同グループは3100型と、 形式区分された。なお、改造対象から外れた、車体流用車グループの2511から2514は1985年、昭和60年までに、全車廃車となったため2500型は、形式消滅し、現存する車両は、すべて3100系の形式称号が付与されている。申請車グループの2501から2510は、 二0型に類似した全金属製の車体を備える。前面は運転台位置に相当する中央窓の左右寸法を大きく取り、その左右に縦長の開閉可能窓を配した三枚窓構造で、前面向かって右側の幕板部には行き先表示器を備え、前面窓上部には水切りを設けた。これら仕様は二0型に準じたものであるが、二5五百型においては、 前面上半分に交代角が設けられたほか、前面左右の開閉可能窓が2000系の1枚、窓構造から上段加工下段上昇式の2段窓構造に改められた点が異なる。前商灯は、何和後期製の2501-2504が、外付け型の白熱灯1灯、前面や根部に設置したのに対し、自社工場製の2505から2510は、 小型のシールドビームを2頭、逆台形の埋め込み形ケースを介して、前面や昆布に設置した点が異なる。また、2505から2510は、宮島線、市内線直通運用に際して点灯する、直通標識等を落成当初より、前面や昆布左右に1頭ずつ設置し、2501から2504についても、後年追設された、共に埋め込み式。 後部標識灯は前面腰板部左右に一棟ずつ設置する。側面窓配置は2000型と同様に車体の全部と中央部の2カ所に客用扉を配置した全中非配置を採用する左右非対称構造で1編成あたりの窓配置は D3D1、2D13D、客用扉、各数値は側窓の枚数、架線付けは車掌用窓を、格付けは トブクロ窓をそれぞれ示すである。客用扉は、警合金星の型回避を採用。側窓は、下段部分に危険防止を目的として、保護棒を設けた二段上昇式のルミサシ。車掌用窓は、引き違い式の横引き窓とし、各車掌用窓の上部には側面行き先表示器を設けた。ただし、2505から2510については、前くらい。 即車掌窓状の行き先表示器を省略し、後くらい側の一箇所のみとした。その他、側面腰板部には550軽電車より採用された蛍光灯による電照式広告装置を設置した。これは半透明のアクリル樹脂で作成された広告板を、裏面から蛍光灯で照らす仕組みとなっており、日本国内においては他に、例のない広島電鉄独自の装備であった。 車内はロングシート仕様で、車内照明に蛍光灯を採用した。なお、2501から2504は、車内送風機として扇風機を備え、床面をロン論流ム仕上げとしたが、2505から2510は、床面を松材を用いた木製とし、車内送風機は省略された。車体流用車グループのからについては、 連接車化改造に伴って連結面となる側の構え体を各社の中央扉付近で切断し車体を短縮し、外付け式の直通標識等を追加した以外、大阪市電1601型として運用されていた当時と大きな変化はない。深い屋根と腰高な窓位置が特徴の重厚な反抗性車体を備え、客用扉はいずれも木製で 全員寄りの客用扉のみが片回避仕様でドア窓が縦3一本で仕切られた2枚窓、その他2箇所は両回避仕様となっている。1編成あたりの側面窓配置は D4D1、2D5 で全面、側面とも行き先表示器の装備はない。車体塗装はオリエントピーチと称する薄いピンク地にライトベネチアンレッドと称する。 赤の細体を排した塗装を新たに採用した。この塗装は、従来市内線専用車両と同一の能力、ベージュの二色塗装あった二線型など、他の直通運転用車両各形式にも踏襲され、以降の直通運転用車両における標準塗装となった。前日の通り、車体の使用については製造車及び、申請車両、中古車両の別によって、相違点を有するが、 主要機器については全社ともおおむね共通仕様となっている。東洋電気製造製の電動化無軸式、間接自動制御機 ES-255B を1編成あたり1機搭載、自家並列組み合わせによる抵抗制御および弱め開示制御によって速度制御を行う。同制御装置は2000型において、 採用実績のある東洋電気製造製 ES-255A を一部設計変更した機種で ES-255A と同様に停止用、発電制動機能を備える。2501から2504は、東洋電気製造製の直流直巻電動機 TDK546-2C を1編成あたり4機、両端部分の台車の各軸へ搭載する。 2505から2514においては同じく、東洋電気製造製の TDK546-21C g に変更された、端子電圧 300V 時定格出力 40kW の特性は、両機種とも同一である。駆動方式は吊り掛け、式、歯車比は4.93である。2500型は、中間電接台車を、主電動機を搭載しない。 付随会社とした関係で、全軸駆動仕様の2000型が搭載する主電動機、日本車両製造製 NE-30、または NE-30A の端子電圧 300V 時、定格出力 30kW と比して、約3割強の出力増強が図られ、また定格定引力増大のため、歯車比も2000系の4.46と比較して、同ギヤードな設定とされている。 2501から2510は日本車両製造製のトーションバー台車と呼称される台車を装着する。トーションバー台車はスイスシグ社が開発した枕バネに通常の螺旋状バネ、コイルバネではなく枕木方向に左右一本ずつ設置されたトーションバースプリングねじり棒バネを用いボルスターアンカーを併用した軽量台車で日本国内においては シグ社とライセンス契約を締結した日本車両製造が製造を担当、広島電鉄の他演習鉄道にも納入された。広島電鉄においては2000系2001から2003が初採用例となったトーションバー台車であるが、同産両が装着するシグ NS-504 台車と比較して固定軸間距離を 1600mm から 1650mm に 延長した改良型のシグ NS-508A が2501から2504に採用された。2505から2510はシグ NS-508A をさらに一部設計変更したシグ NS-508C、C 両端台車サインズ -508D、50 D 連接台車を装着する。軸バネブは、円筒案内式で、軸受けは、コロ軸受け、 ローラーベアリング使用、車輪径は 660mm である。2511から2514は、種車となった大阪市電1601型が装着する大阪市電系台車と通称される住友製功所、現、新日鉄住金製の中高組立式ウィングバネ台車系 S46 リットルをそのまま装着した。 KS46 リットルは1928年、昭和3年の大阪市電1601系の申請に際して設計、製造された台車で枕羽根を含むすべての干渉羽根にコイル羽根を用いた製造当時としては画期的な設計を取り入れたものでった。2500型への改造に際しては、主電動機造設。 二軸駆動化に伴って、従来台車内側の付随車軸上部に一台車あたり一機、搭載した、制動灯、ブレーキシリンダーを、台車側枠へ移設するなど、各種改造が実施で、以降広島電鉄においては、大阪市電系改めと呼称された。軸受けは、平ら軸受け、プレーンベアリング使用、固定軸間距離は 1625mm、車輪径は 660mm である。 2000型において採用実績のある運転台に設置されたブレーキ弁の操作によって発電制動、空気制動とも作動するスレッド発電制動併用直通ブレーキを採用する。このため制動時でも吊りかけ駆動音が発生する。ただし市内線内では運転台の逆転機を接位置にすることで電気ブレーキをカットし空気ブレーキのみを使用することもある。 終電装置は、菱型パンタグラフを採用、各社の屋根上アトクランよりに、矢倉状のパイプ組み立て形台座を介して搭載し、運用時には、先頭となる、側の車両に搭載されたパンタグラフを使用する。なお、2511から2514の搭載するパンタグラフは、阪神電気鉄道より、同社の廃車発生品を購入した、中古部品である。 2500型が申請された1961年、昭和36年当時における、宮島線市内線直通列車の運行形態は、朝方のラッシュ時間帯に3往復が設定されているのみであったが、2500系導入を契機に、夕方のラッシュ時間帯にも2往復の直通列車を新設した。さらに翌1962年、 昭和37年1月10日より、昼間の時間帯においても毎時4本の直通列車を新設、2500型は2000型や850型と、共に、それら直通運用へ充当された。2500型は導入当時の直通運転用車両においては最も収容力が大きく、直通運用の主力車両として徴用された。しかし、 後年の3000系電車及び3500系、軽快電車の導入を契機として、直通運転車両の標準仕様が3車体4台車の連接構造に移行したことや、2000系の二両固定編成化に伴って、2車体3台車構造の連接車である2500、型は逆に1編成あたりの収容力が最も小さい車両となり、運用機会が減少した。1984年、 昭和59年には3700系電車導入の代替として、車体流用車グループのうち2513から2514が同年12月30日付で廃車となった。また、同時期には将来的に宮島線の全列車を市内線へ直通運転する構想が浮上。 輸送力増強のため経年の浅い申請者グループの2501から2510を対象に3車体連接編成化及び冷房改造を実施して収容力増加を図るとともに他の3車体連接構造の直通運転用車両と仕様を統一することとなった。改造に際しては中間車を別途申請して各編成へ組み込み、 主要機器の一部を換装して後編成すべてを3車体、連接編成とする案も検討されたが、最終的には既存の車両の編成組みえによってに、車体連射後編成重量を3車体連接車3、編成9両に再編する方針が決定、減少する2編成分は3700系の申請によって補充することとした。3車体連接編成化は1985年。 昭和60年から翌1986年、昭和61年にかけて、大阪車両工業において施行され、改造後は3100型と改称、改版された。車番は西日本鉄道から譲り受けた1300、軽電車より採用された、一編成全車を、同一の車番とし、車番末尾に、A、B、先頭車及び C、中間車の記号を付与して区分する方式に、 改められた。2505から2506.2507から2508の2編成4両を編成解除し、その他の3編成へつなげる形で3車体、連接編成化を実施、中間車となる2502.2507-2508は、運転台部分の構え体を切断して、撤去 3101C3102C3103C となった。 戦闘車を中間車へ転用する手法は3000型において実施されたものと同様であるが2500系の心皿位置は前暗い扉が引き扉である関係上3000型よりも若干中央寄りに位置しており3000系の前例に倣って心皿位置で構え体を切断すると車体長が短くなりすぎることから前暗い扉の戸ぶ窓を 境界線として構え体を切断、心皿位置を切断部分へ移設した。窓配置は、先頭車として運用されていた、当時の左右非対称構造をそのまま継承したため、左右対称構造を採用する他の三車体、連接編成の中間車とは異なり、側面左右で 3D1 及び 2D2 と客用扉の位置が、側窓1枚分ずれが生じている点を特徴とする。 その他、屋根状のパンタグラフ及び台座を撤去し、従来車掌窓であった部分を通常の側窓へ置きへ、側面行き先表示器も撤去された。両先頭車については、従来の行き先表示器を痕跡を残さず撤去し、全面膜板中央部へ大型の電動行き先表示器が新設された。その他、従来の全商灯を撤去して、シールドビーム式の全商灯を、 コシータブへ新設し、制動動作等を兼ねた、後部標識等と一体型のケースに収めたほか、各車掌窓上への電動式側面、行き先表示器の、新設、全面中央窓の固定化、ワイパーの電動化及び総解設、ウィンドウウォッシャー新設などが施行された。主要機器は、基本的に改造以前と比較して、変化はないが、主電動機出力の都合から、 従来主電動機を搭載しない、付随台車であった、中間連接台車にも、主電動機を、各一機新たに搭載、一編成あたり六機搭載とした。制御装置は ES、ES-255B を一部改造した上で、両戦闘車へ搭載、一方の制御装置で、両端台車に搭載された、主電動機四機を制御し、他方の制御装置で、 中間伝説台車に新たに搭載された主電動機2機を制御する変則的なつなぎとした。立行時は6機すべての主電動機を使用するものの、発電制動動作時は両端台車に搭載された4機の主電気のみを使用する。また、合わせて冷房改造も実施され、先頭車に三菱電機 CU77A、冷却能力2万1000用 H を中間車に 同 CU127A、冷却能力1 5 0 0カロリー、h を各域屋根状に新設した。両戦闘車の屋根状には冷房装置用電源として、静止系インバータが新設され、これらの搭載スペースを確保するためパンタグラフの搭載位置を全員よりへ移設し、パンタグラフそのものも心臓品へ交換されたほか、台座を従来のパイプ組み立て形から、 屋根上専有面積の小さいアングル材、組み立て形に変更した。車内の仕様は3000型に準じたものとなり、座席モケットはエンジン色のものを採用、床面はロンリウムバリで仕様が統一された。車体塗装は前編成とも改造以前の薄いピンク地に赤の細体を排した塗装から変化はないが、 新設された全消灯ケースとの位置関係から全面の赤帯は省略された。また、先頭車、中間車とも蛍光灯を照明式広告装置は撤去された。改造第一号となる3101編成、元250 250 2 250 5 0 1 2 5 0 2 2 5 0百号が1985年、昭和60年12月28日付で竣工したことを皮切りに、 翌1986年、昭和61年7月19日付で3102、編成、元2503.25072504、同年12月24日付で3103、編成、元2509.25082510が、それぞれ春行し、全編成が出揃った。なお、3102.3103編成の、両戦闘車は、 全面中央窓の固定化に際して窓枠部分を申請したため改造以前の原型を保つ3101編成の両先頭車とは形状が異なる。この結果編成組み替えに伴って余剰となった2506及び改造対象から外れた車体流用車グループの2511から2512の計算量は1985年。 昭和60年12月31日付で除籍され、3103編成の春工をもって2500型は形式消滅した。改造を終えた3101編成は1986年昭和61年1月20日に広島電鉄へ引き渡され、試運転を実施した後収益した。 3102.3103編成についても1986年、昭和61年度内に営業運転に導入され、計算編成が出揃った。1988年、昭和63年に3101.3102、編成が3500系及び3700型と、同一のアイボリーチに、 窓周りと車体裾部に緑帯を配した現行塗装に変更され、両戦闘車の側面層下にグリーンライナーのロゴを追加された。残る3103編成については、西ドイツの画家であるジョー・ブロッケルホフによる平和への願いをテーマとした空色基調のエアブラシ画が、車体前面に描かれ、同年8月6日の広島原爆記念日より、ピース番号として運用を開始した。 ピースバーン号の企画は以前より世界最初の被爆地である広島へ興味を寄せていたブロッケルホーフが西ドイツ在住の日本人ジャーナリストより広島電鉄に西ドイツドルトムント支電の両70軽電車が導入されていることを伝え聞いたことを契機にブロッケルホフ本人より広島電鉄側へ持ち込まれたもので広島電鉄側もこれを快諾、各周知合わせを経て 同年7月中旬から8月5日にかけて塗装作業が実施された。エアブラシガニュルイラストは平和の象徴であるハトを前後つまめに描き、側面の編成全体に世界中の様々な人種、動物、広島市内の街並み7色の虹などを描いたものであった。3103編成は1992年、平成4年5月の定期検査に際して、 外反補修のため塗装を剥離する必要性が生じた。また、イラストそのものも経年による塗膜のひび割れなど痛みが生じており、維持が困難となりつつあったことから、当初は外反補修後に車体塗装を3101.3102編成と、同一のグリーンライナー塗装へ変更することが予定された。しかし、鉄道ファンや、 沿線利用者からイラストを残してほしいとする声が多数寄せられ、広島電鉄側もそれら要望や制作者である、ブロッケルホフの意図を尊重する形で計画を変更。前面や痛みの進行した屋根部など、必要最低限の箇所の補修及び再塗装に留め、側面のイラストの大部分は残された。再塗装が実施された部分については、グリーンライナー、塗装に変更された。 両戦闘車の側面相関にはピースバーン号のロゴが重複され、また側面幕板部には1994年、平成6年に広島市内において開催されるアジア競技大会に関するメッセージロゴが新たに追加された。その後、1995年、平成7年8月の定期検査入場をもってピースバーン号の運行は終了。 出場に際して3103編成はグリーンライナーと装へ変更された。2012年、平成24年10月現在、全編成とも朝ラッシュ時間帯及び、花火大会等イベント時など、主に車両不足時に運用されている。広島駅に乗り入れることは、ほとんどなく、市内線に乗り入れる際は、平日朝ラッシュ時に、宮島線内広電西広島神谷町西、 広電本社前の0号線で運用され、その折り返しの3号線広電西広島駅に、充当される。また、2000系の運用離脱及び3000系の市内線転用に伴って、3100型は、直通運用及び、宮島線内運用に充当される、唯一の釣り掛け駆動車となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。